今年の全英女子オープン会場は、全英オープンで数々の悲劇が繰り広げられたスコットランドのカーヌスティジエ l です。一旦名物の風が吹けばスイング中に選手の体がぐらつき、ショット、パットとも思い通りにコントロールできない過酷なコンディションになります。そんな強風は、 大会期間中に一度も吹かず、4日間とも比較的穏やかでした。強いて言えば3日目後半に冷たい雨が降ったぐらいです。だから試合はスコアの伸ばし合いになりに行けたアンダーパーは6選手と最後まで混戦になりました。メジャー3勝目を挙げたアンナノードクイストのスコアは通算12アンダー。 最終日は4バーディー。1ボギーの69とメジャーを知り尽くしたベテランらしいプレーを見せてくれました。天候に恵まれたらスコアは伸びますが、それでもリンクスには戦い方があります。2年前のチャンピオン。渋野日向子は3日目前半に3バーディーを奪って一時首位に並びましたが、 後半に4連続ボギーがあり失速しました。最終日も1番から連続バーディーを奪って勢いに乗りかけましたが、その直後にクリークに捕まるなど、前半だけで2ダブルボギー、2ボギーとブレーキがかかりました。最終日はスコアを伸ばせず75で回り34位でした。高スタートを切っても、 一つのミスを取り戻そうと、無理な攻めをすると大きな罠が待っているのがリンクスです。ドライバーを手にして、ポットバンカーをうまく避けたら、ショートアイアンでピンを狙えるという誘惑があり、攻めるべきか、守るべきかの葛藤があります。もちろん攻めて、バーディーを奪わない限り上位進出は望めません。そんな時に、 自分の攻め方を徹底できないと痛い目に遭うのです。スコアを伸ばしたい欲があり、守りすぎてもダメです。心の中で揺れ動く気持ちと折り合いをつけるには、やはりリンクスはマウンドの形状、ポットバンカーの位置をよく知る経験が必要です。勝負を急がずに、 スコアを崩さずにじっと耐え抜いて、試合展開の読みが求められます。渋野ひな子が2つのダブルボギーに怒っちゃったとコメントしましたが、いいゴルフをしているのに、なぜスコアを伸ばせないのだろうという、自分に対する怒りでしょう。メンタルメインもコントロールできることが、 リンクスで戦う上では必要です。今大会は攻めあぐねた部分はありますが、ゴルフの調子は上がっていると見ていいでしょう。スイング改造が仕上がっていない今年は国内外ともトップ10が一度もありませんが、スイングを大きく改造してまだ仕上がっていないのも原因です。これまで戸惑っていましたが、 一つ一つクリアしながら、納得したスイングが見つかればいいと思います。前衛女子オープンで経験した悔しさ、ミスを振り返って分析して、今後の試合に活かしていけば、また素晴らしい結果がついてくると思います。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。